日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらセブンイレブンの七色材の弟ひじきの煮物、そしてミスタードーナツの鎧塚俊彦投資シェフプロデュースドーナツ2品を食べたい。前回も以上に大好きなココナッツやバナナがあるのでそれも気になりますね。だけど健康のためにまずはこちらから食べていかない。それではチャンネル登録よろしくお願いします。第2弾コラボお待ちしてましたよ。だけどその前にまずはセブンイレブンで少し健康的に、コリコリしてたりちょっとふわっとした食感もあっていいですね。しっかりこういうのも食べて健康に、そして楽しみ、ロイズが俊彦さんコラボ。おお、バナナの香りと甘さはすごいですね。おっと、いけないいけない、あまりの美味しさに黙り込んでしまっていました。こちらは何なのかな。さっきはココナッツだと思ってましたけどそれだけじゃないですね。これはさっくりしてるしほのかな香ばしい甘さもあって美味しい。これの正体はこの後すぐに発表します。ごちそうさまでした。最初に食べたこちらの、最初に食べたこちらのセブンイレブンひじきにはさっぱりとした豆腐の味に海鮮の旨味が生きたひじきのコリコリと食感がよく合っていて美味しかったです。で、鎧ミスタードーナツ鎧さんとしてコラボドーナツ2種はそれぞれバナナや栗の香ばしさ甘さがサクッとした生地、濃厚なクリームとよく合っていて美味しかったです。特にバナナはまろやかな甘さが本当に好みです。こういうのもっと食べたいですね。というわけで今回はミスタードーナツ、ロイズとしてこちらのドーナツはどちらも美味しかったのか、特にバナナはやっぱり大好きで美味しいのだったのでバナナを代表として6点とさせていただきます。ちょっと手見えないんですけど、それではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしく他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しい。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録コメント高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。